はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はレッスンの前にちょっとお花の美しさについてね、少しお話をしたいと思います。花が美しいというのは皆さんはなんで美しいと思います？もちろんね、お花自体が美しいんですけれども、この花の美しさっていうのはそれぞれのお花の特徴とかにあるんですね。例えばこちらカラーとこのバラっていうのお花があります。カラーっていうのはもちろんこう花の部分も美しいけど、このステムの部分もね綺麗ですね。ツルツルした感じで、逆にこのバラっていうのはこうお花の部分はこういうふうに本当綺麗ですけれども、ステムの部分はトゲがあったりとかしてますね。このトゲをうまく使ったデザインなんかももちろんありますけれども、まあこういうふうに2つは全然違う特徴をしてます。ところが最近のね、こう、横町デモンストレーター君なんかはよくやってしまうパターンが、こういうふうにこっからちょん切ってこういうふうにアレンジをマッスで突き進めていくんですね、ボックスの中とかで。はっきり言ってもこの時点でカラーのステムの美しさは消されてますね。そしてまあカラーって、まあここの花茎の花のね形状が綺麗なんですけど、これも打ち消されちゃいますね。そういうデザインがまあもてはやされてるというか、多分一般の方は全然分かってなくて、パッとみんな綺麗さで買ってしまってるんでしょうけど、まあ多分ほとんどがこう横文字の方の横文字に憧れて買っちゃったりとかしてる方が多いと思います。日本人横文字に弱いんで。ただ本来の花の美しさってそうじゃなくて、このステムの部分をきちんとね生かして綺麗にラインが出てるとか、そういうアレンジが本当に美しいアレンジなんです。まあ、ただこれからだからね、ただじゃなくてこれから、お花をこう習いたいっていう人は、ああいうマスのね、まあはっきり言ってテクニックはないんですけど、あれはうまいデザインではなくて、こうしっかりとラインを使ったとか花の美しさが出せるデザインを習っていってほしいと思います。ノムフラワー TV ではですね、もう一回ちょっとパッとして、このフラワー TV ではお花の特徴を生かした美しいアレンジメントのレッスンを楽しく皆さんに伝えていきたいと思います。結構ね横文字批判で悪評価っていうのを作って、もう一回結構横文字批判で低評価とかつけてくる方もいらっしゃると思いますけど、これね本当のことなんで認識した方がいいと思います。実際に花の美しさを本当にこう美しいアレンジというのを皆さんに習って作ってほしいと思います。ではですね、早速今日のレッスンを始めていきます。今日は白グリーン系のちょっとシックなねアレンジメントを作っていきます。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では早速始めていきましょう。まず最初にこちらのねカラーを刺していきます。カラーはここのステムの部分をねこうやってゆっくりこうやって撫でてあげると綺麗なラインを作ることができます。で長さを決めて、このカラーはね真横にカットしてくださいね。真横にカットしないと、斜めにカットすると刺さりませんので、カラーだけは真横にカットしてください。フォームにゆっくりとこう力を入れて刺していきます。はい、では続いてカラーもう少しこう短くねカットして、じゃあ今度はカラーを右に流します。そしたらここでグリーンでアクセントをつけるためにこのモンステラの葉っぱをね少し入れていきます。モンステラの葉っぱはこう表が濃いグリーンで、裏がライトグリーンっぽいグリーンですね。これはそのアレンジに合わせてこの色を使い分けると面白くなりますね。今回は裏で使います。
でここで少しここのグリーンのフォームの部分をこのレザーリーフファンでファンデーションワークしていきます。はい、このぐらいでいいでしょう。そしたら白バラをちょっと短めにね刺していきます。はい、これでバラが刺し終わりました。はい、次にこの桔梗蘭をね刺していくんですけど、桔梗蘭はこのようにすべてパーツ1枚ずつの葉っぱに分けて、で丸めてホチキスで留めます。で全部の葉っぱを留めるんじゃなくて、こう数枚ね綺麗な葉っぱは流すために残しておきます。この流す葉っぱも少しこうやってね癖をつけてあげると綺麗なラインが出ますね。あとの葉っぱはみんな丸めておきます。丸める際もいろんな大きさに丸めておくとアレンジがしやすいですね。はい、こちらで桔梗蘭が色終わりました。はい、次にこちらの大仁草を入れていきましょう。はい、この間をバラの間っていうか、ちょっとこの空いてるところをね、重みそれを埋めていくような感じですね。じゃあ次にこのユーカリをね、入れていきます。ユーカリも葉っぱをこう枝で落としていきます。最後にこのビバーナムもね間に入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面からアレンジと向けてみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このねラインを流す、まあ、出すとこは出す、引っ込めるとこは引っ込める、ね、それでこのそれぞれの葉っぱも一枚一枚にしても花一つ一つにしても全てのこう美しさを表現して、それを合わせて一つのアレンジを構成していくっていうのが一番綺麗なお花の見せ方です。全部頭揃えで一つのボックスに例えばべったりと入れてしまうのは、僕はいただけないと思います。なのでぜひね皆さんにはこういうアレンジメントがラインの美しさなんかが出るアレンジメントを習得していただけたらなと思います。ではまた次回ね
テクニックや僕の思うことなんかも伝えていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.